開けてー、開けてー。いるのは分かってるんだからね。もうしょうがないわね。じゃあお邪魔します。あら、あら、あら、また寝てたの？本当不用心なのね。ええ、そうよ。私はあれから捕まって、あなたのことを思ってずっと過ごしてきたわ。なんであの時あなたが私に向かって発砲したのか、ずっとずーっと考えてたの。そしてわかったわ。あなた、私のこと、心の底から大好きなんでしょ？分かってるから。もうね、あなたに会いに行けなくなって本当に申し訳ないことしたわ。だから刑務所から出たらすぐにあなたの部屋に行くことを決めていたの。そしたら引っ越しもしてないから嬉しくて窓から入ってきちゃった。ねえ、なんだか懐かしく感じちゃうわ。確か前もあなたの部屋に入って、そうそう、それで女物を見つけて、そういえば、あの女は元気？あなたの部屋にいろいろとマーキングしてきやがって。私許したくないの、そういうの。さて、ちょっと調べるね。これは何？女性ものの下着？これってあの女のもの？いや、これはどう考えたってそうよね。あなた黙っているけど、何？怖いの？何をさっきからビクビクしているの？もう私は怖いものなんてないの。あなたがあの女を取るなら、そうね、あなたをここでやらないといけないから。あなたがどんな理由を並べたってね、私はここでやらないといけないから。ねえ、こっちを向いて。私以外の女と付き合ってるの？ねえ。あらあら、どこに電話しているの？警察？
がおかしいんだって？やだな。だってこの家の周りに妨害電波出してるから繋がらないと思うわよ。ねえ、また警察に私を売ろうとしたの？そうなの？ねえ、ちなみにドアには外からコンクリートで固めておいたからもう開かないと思うわ。そうね、あなたが助かる方法は窓から逃げるくらいかしら。どうする？2階だし逃げれるよ。ねえ、どうする？でも、あんまりおすすめはしないわ。ん？どうしたの？謝りたい？何を謝るのかしら？他の女と付き合ったことを反省しているって？遅くないかしら？もういいのよ。私は私のやり方であなたを私のものにするから。あら、何？怯えちゃってかわいそう。そうだ、確か向こうの部屋にキッチンがあったわよね。ねえ、私ごめんなさいっていっぱいあなたに言ったわよね。なのにあなたは許してくれなかった。なんでなの？私そのことをずっと考えていたわ。そして思いついたの。私が好きで好きでたまらないからいじめたくなったんでしょ？わかる、わかるわ。だってあなたの怯えている姿を見ると私とってもゾクゾクするもの。だからあなたは撃ったのよね、私を。いいの、怒ってないわ。ただ私もあなたが大好きだから、この包丁を使って大好きってことを表現するわ。足がいいかしら、それとも腕がいいかしら。あ、見て見て、私の太もも、あなたがつけた銃弾の跡が残ってるの。あなたもお揃いにする？しちゃう？じゃあもう長引かせてもしょうがないから行くね。大好きだよ。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。グッドボタンを押してくれるととてもモチベーションが上がりますので、よろしくお願いします。チャンネル登録もまだしてない人はよろしくね。それではおまけどうぞ。お世話になりました。更生して正しい生活を送ります。それでは。
さてと、まずは何をしようかしら。シャワーを浴びたいわ。いや、その前にあの人を探さないと。ああ、久しぶりで楽しみだわ。待っててね。大好きだよ。